アメリカ2024年大統領選挙の共和党候補者指名争いに、南部フロリダ州のデサンテス知事44歳が出馬表明したわけですけれども、デサンテス氏、どんな顔の方かっていうと、こういう人ですね。5月30日、現地の5月30日にですね、アイオワ州で演説するデサンテス氏です。で、まあ、産経新聞によりますとですね、こういう記事が載ってますね。まあ、トランプ氏の、まあ、後継を表しているわけですけれども、暗にね、まあ、トランプ氏を以前はこう、崇め立てますってたわけですけど、デサンテス氏。暗に批判っていうね、政治ショー化する、ともすれば政治ショー化するトランプ氏を、この、批判してみると。疲れを感じる層に照準合わせ選挙運動を展開する構えだ。まあ、この、今のバイデンと違ってですね、デサンテス氏は、LGBT、性的少数者の権利拡大などを唱える左派、急進派とは、こう、異を異にしてですね。この日の演説では、選挙で選ばれてもいない官僚機構が押し付けてくる左派的な政策を打ち破る。聴衆から喝采を浴び。まさに今で行われているようなね、選挙で選ばれてもいない官僚機構が裏にあってですね。それを、表の政治家に、やらせているという感じがしないではない、日本とよく似ているわけですけど、それを、こう、批判している、演説をぶちかましてですね、喝采を浴びてたと。で、まあ、トランプ氏はともすればポピュリズム、大衆迎合主義の手法を使って、支持を得てきたわけですけれども、この戦術は踏襲しているらしいですね。偉大な米国のカムバックとトランプ氏のものにコンセプトがよく似ていると。ですが、アメリカ人の中にはですね、この年金生活者のダニーさんに代表されるようにですね、気に入らない相手を感情的にこき下ろしたり、揶揄したりする態度にはうんざりと、こう語っている人もいるわけですね。ですから、トランプの、この、なんて言いますかね、行き過ぎた、こき下ろし政策に飽き飽きしている、共和党支持者の、の中に、待望してですね、こう冷静に物事を見る指導者を狙っているのかなと、この記事にありますけどね、トランプ疲れに照準。アイオワ州は、同党指名レース初戦の党首集会を行える重要な州で、ここでの優劣が、他州での予備選を大きく左右することがある。各候補は頻繁にアイオワ入りして浸透を図るのが、通例となっていると。6月1日にはトランプ氏も、まあ、アイオワ州の中の、イベントに参加する予定らしいですね。6月1日というともう、
明日、明後日になるんでしょうか。まあ、どうなるんでしょうね。トランプ氏が、再選されるの、再選というか、再び大統領に返り咲くのか、このデサンテス氏。まだ来年のことですけどね、来年の、何月でしたっけ。後半ですよね。それが、行方が、なかなかですね。というところで、この辺で終わっておきます。